高木真備やってくれました。12日、松戸競輪場でオールスター競輪開催中なんですけれども、2日目の9レースになりますガールズコレクション、見事に高木真備、2番手を取ってからのまくりで、勝ちました。ファン投票1位に選ばれて走ったこのガールズコレクション、勝ち切った、この高木真備というまだ、21歳の、言うなら女の子という感じもするんですよ。これ勝ってしまうのか勝ち切ってしまうのかという驚きがすごくありました。想像以上に芯の強い、本当にこう選手として、人間として成長しているんだなということをすごく感じました。素晴らしい優勝でした。我々トースポウェブの、ロゴを入れて走ってもらっているんですが、応援している、ファンのみんなと共に、すごくこう大きな時間を共有できたかなと思います。2日目はオリオン賞特選、オリオン賞ちょっとアクシデントもあったんですけれども、SS 賞、シャイニングスター賞への勝ち上がり順に決まりました。1日目、2次予選とともにこのシャイニングスター賞準決勝へどんな形でつながっていくのか、シャイニングスター賞の狙いを出していきましょう。シャイニングスター賞11レースです。並びは6番2番三谷隆起に村上義弘、4番8番原田健太郎に岩津雄介、9番7番深谷智弘に竹内優作、5番1番平原浩太武田豊樹、3番新田雄大が短期になります。竹内と深谷というのは前後ともにあるんですけれども、今回は深谷が前で走りたいという意向が強かったようで、深谷が前回り、やはりドリームレースのように先行の組み立てになるだろうと思います。そして平原がいて、この短期でも強い新田雄大、そして原田健太郎のスピードあるんですけども、6番車三谷隆起がこのメンバーで存在感を発揮するのではないか、狙ってみたいのは6番車絡みの車検、ボックスとして23569という形にしているんですが、この中でも6番三谷隆起が、3着まで入ってきて後輩と、それを期待しつつ三谷がこのメンバーでも対等に戦えるんじゃないか、対等に戦っていくということを証明する一戦になるんじゃないか、そういう期待を込めて、このボックスで後輩と、そして三谷のこれからというのを見ていきたいと思います。ガールズコレクション優勝高木真備、本当に素晴らしかった。ただし本当に素晴らしい価値がある、一つの地点に到達したというところはあるんですけれども、もっともっとガールズ競輪というのは世の中に対して大きな存在価値を知らしめて、いろんな人たちにもっともっと見てもらえるものになるはず。5年目を迎えて、ここから先、高木のような存在、また、他の選手たち、輝かしい才能を持っている選手が非常に多くいます。これからが大事になってくると思います。我々トースポウェブといたしましても、ファンの皆さんと共に、高木真備より応援して、またガールズ競輪全体応援して、もっと、世界にも伝わるような素晴らしい競技として認知されるよう追いかけていきたいと思います。